こんにちは、赤パパです。10月15、16、泊まりがけで尾瀬の紅葉を撮影してきました。で、今回は、福島県側の入り口、尾瀬三池から入って日内ヶ岳をぐるっと一周するコース、1日目は沼山峠から見晴らしで、2日目は見晴らしから三条の滝経由で三池に戻ってまいりました。まさにね、燃えるような紅葉が撮影できました。それでね、あまりにも見事だったんで、最低限の編集しかしていません。今回は前編です。ぜひご覧ください。こんにちは、カッパパです。ここはですね、尾瀬三池の駐車場です。紅葉もね、今真っ盛りだと思います。それでは今日からね、2日間、今年最後の尾瀬を楽しみたいと思います。草もみじが光ってる。はい、ぬしりのね、休憩所満杯ですね。まあもうこの時期ね、やってはいないんですけど、
はい、一応テラスは開放してますね。じゃあここからね、白砂の腰を越えて見晴らしに向かいます。ここもね、真っ赤っかだね。すごいわ。いやー、もう真っ赤っかだよこれ。本当に素晴らしいね。はい、草もみじはねもうかなり進んじゃってます。今ぐらいがピークで、まああとだんだんこう落ちてくると思うんですが、これ山の木々はね、この辺だとこれからっていう感じですね。はい、じゃあね、白砂湿原を抜けるともうすぐ、峠の急登になります。ひたすらね、この岩岩を登って登りきると、白砂の越しね、白砂峠です。おお、まあ土曜日ですけどね、この週末で、営業、まあ、今シーズンのね営業終わりにする小屋がいくつかあるので、ちょっと人も閑散としてますね。あ、第二醸造小屋さんはやってますね。来ました、尾瀬小屋さんですね。ここはもうおなじみね、僕が見晴らしに来る時の、まあ、いつもお世話になってる山小屋さんです。一番でお待ちのお客様、再開ありがとうございます。こちらこそ、シーズンもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。よろしくです。本当にありがとうございます。もう何でもお酒に合うってあれだ。Thank you.